春の海の描いたような美しいお嬢さんですね。両面、おいし加納宝川様のお嬢様だ。そうか、これでお美しい。先生のお笑い草の土産に求めてまいりますから、少々お待ちください。いらっしゃいます。いらっしゃいます。いらっしゃいます。錦絵が欲しいのかな。あ、さあどうぞお書きくださいまし。私は錦絵などあまり見たことはないから、お気に入るようなものをお主が見繕ってくれ。はい。花魁の絵でございましたら、春生、歌丸、清永、正信、いろいろこちらにございます。ですが、何と申しましても、女を欠かしては歌丸でございましょうな。歌丸のこれが大文字屋の高袖花魁でございます。これは花魁ではございませんが、観音様の水田や、なにわ屋の沖田、いずれも当時評判の美人でございます。これは新しく出ました、あの続きものでございます。さあどうぞ。錦織、歌丸型、シミ模様。番頭、これは何と書いてあるの。読んでみろ。はい。失意の媚び麗しく、高乱子の錦をまとうとも、唐絵の浅ましさ、死を覆って五体の符を表すに至る。たとえ荒書きといえど、世が活筆は生死なり。黙れ。加納家を侮辱するも甚だし。亭主呼べ。亭主をこれへ呼べと言うのじゃ。清之助様、どうなされたんでございます。いや、この絵の歌丸のおじさんが傲慢も甚だし。亭主呼ばんか。はい、あの主人はただいま宅には。どこにいるのじゃ。車の中に。車のどこじゃ。多分大文字屋だろうと存じます。大文字屋。はい。よし。かかる暴言を見過ごしては我らの面目は立ちません。奴の増長マンを懲らしめてやります。期待によっては切りしてやります。なりません、なりません。いや、お案じなさるな。お先へ、お屋敷へお帰りください。すいません。当家に大門口の伝えの主がおるであろう。これ呼べ。おしん、歌丸師匠が来たらおいらは先に鶴羽へ繰り込んだとそう言ってんな。いや、かしこまりました。どういうご用でございます。うさら呼ばれば来るぞ。どうした。バカに物騒なこと言ってるじゃん。どうしたんだよ、来た。なんだね、さ。お前は蔦屋十三郎だな。どういうご用。それに違いないな。いかなる了見にてかようなものを反抗いたしたのだ。で、あなた様、加納衛生院の門弟、小出英才だ。さあ返答せい。
お主が返答できずは、歌丸をこれへ連れてまいれ。やつがこの地はここを向かうぞ。はは、あれか。あれは怒る。なんだな、京伝さん。いや、この間、歌さんの出した絵に賛がしてあるんだ。己の描いた女は、墨の荒書きでも生き生きとしているが、これの女は、無駄に色が使ってあって、みんな、片輪と言うんだ。だからおめえ、カラヤを奉ずるあの衆たちは、片を描いてることにならな。片輪か。なるほど、うめえこと言ったな。笑い事じゃねえぜ。ちとやかましいことになるんじゃねえかの。うたさんは一体どこに住めているんだろうな。大方、おきたいのところだろうよ。今にも見えたら、私は、どうしよう、どうしよう。おしん、おめえうたさんに惚れていたのか。違いますよ。だってうたさんが殺されでもしたら、私は絵姿に変えてもらえなくなるじゃありませんか。うたさんにおめえの絵姿を。そうですとも。なるほど。これはいい女相撲の錦絵ができら。一句さん。一句もなかろ。本当に冗談じゃねえで。誰かに知らないやらなまえ。若いし、ましたためしょ。そうしよう。きっと、今の話の先行堂の一件と合ってるんですよ。何がやの北田の。江戸三美人の一人なんて騒がれるのは誰のおかげで。みんな師匠が一枚絵になすったおかげじゃござんせんか。そんなギリ知らずの真似をして、後にお天道さんが見られると思っているのか。だけよしね、義理と色とは別だ。俺ら何も一枚絵にしてもらって、それを恩に着せて色事するほど野暮じゃねえ。もうやっつかないだろう。そろそろ大文字屋行かざないね。すいませんね、お待たせしまして。お師匠さんがいらっしゃるのを知ってましたら待ってたんでしょうに。小敷のしらみで口で殺すってやつか。まあ、だけ。じゃあまた明日。馬道から期待それたら承知しませんよ。大丈夫だよ。いらっしゃい。今からお楽しみですね。余計なこと言うね。今すぐ一本つけさせますからね。はい、竹さん、お土産。せちゃうかつには食えませんね。おや、毒でも仕込んであるといいかい。首が飛びますよ。ひっくじなし。おやおやおや、まるで飼い猫ですね。暑い暑い。お熱はござんしょう。私は今、銀座の若旦那に会ってきたのさ。そんなこと聞いちゃいねえよ。私が言いたいんですよ。歌丸師匠おりますか。大変なんだ。どうしたのさ。実はね。お師匠さん、お師匠さん、大文字屋行っちゃいけません。なぜだ。行っては殺されますって。今若い衆が。男はしちゃいけねえよ。どうしたんだね。何でも加納様のお弟子とやらがお師匠さんのこの間お書きになった錦絵のことで刀にかけてもと掛け合いに来てるんだそうでござんす。そうか。そう聞きゃなおのこと、今夜おいら殺されりゃ化けてでも見に来てものがあるんだ。師匠、それは乱暴ですよ。いや、大文字屋の玉袖おいらは入れ墨する。おいらの入れ墨は暗いの張ったじゃござんす。ほらが、それをやらかすってんだから豪儀なもんじゃねえか。掘り手は江戸で名打ての唐草権次よ。どうで、そう聞きゃどうでも見に行かざなるめ。バカバカしい。入れ墨なんか珍しがってたんじゃ、朝湯に行くたんびに目を回さなきゃなりませんよ。おい、竹早くねえか。そうおっしゃられても、わしはまだシャバに未練がありますんで。おい、竹。話は分かることなんですから。歌丸か。さようでございます。
あのようなバリゾンを公に犯人なすからには覚悟あろう。さあ、拙者立たし合いいたせ。あなた様は加納家の門弟、小出英才だ。命惜しくば、詫び状書くか。どちらもお断りいたしましょう。何？その通りなんだから、知らんございますね。刀やお上のご意向を恐れるくらいなら、わざわざ犯人を起こしはしませんよ。何？錦屋は歌丸の命をかけたもんでございます。お前さんも絵描きなら、人斬り包丁で勝負しようってのは卑怯じゃございませんか？よし、しからば、縁で勝負す。拙者がなあき、まことかたおか見せてくれるわ。道具持ってきてやんね。はい。ありがとう。観音様ですね。さあ、どうかどうか申してみよう。これはうまい。なかなかきれいな観音様だ。だが、やっぱり型ですね。何？第一、血の気が帰っていませんよ。え？血の気が？直させてもらいますね。さあ、果たし合いをするまでもなく勝負は決まりましたで。スタジオさん、例の場所はどこだの？違うんだよ。あ、そうか。じゃあ、レイさん、行く。そろそろ繰り込もうぜ。あ、とんだことに暇取ってしまった。行こうぜ。なんだろう、お前さんもご一緒にどうです。さあ、食い込もう、食い込もう。揃ってきたぜ。ところがね、つたさん。おっと、入る早々、色っぽいね。おらの肌が切れすぎて、額がこけねえって。親方がそういなさるんで。そんなちょいちゃあるかい。いくらおらの肌が切れたからって、江戸一人の黒草軍人が。だからわしってもいいねや。
おいら。ウタさん。おいら、ぶしつけな頼みだが、俺にその肌で晒してくれねえか。ウタさん、じゃあなんでまたそのような冗談を言いなん。冗談じゃねえんだ。俺は真剣に恥も外部も忘れて頼んでいるんだ。俺は今までずいぶん女の肌を見てきたが、こんな綺麗な肌を見るのは初めてだ。仕事をしているのは山々だが、師匠、残念ながらあの肌は見たんじゃ、肝心の死体がこの権次の腕には及びませんや。でもよた、おめえさん死体さえ満足できりゃ掘る気は終わんなさるんだね。それは聞かれるまでもね。あの花魁の肌へ掘って恥ずかしくね、死体さえありゃ、なんでこの俺が嫌を言うもんかい。よし、この死体俺が書こう。師匠、主が書いてくんなますかい。書いてやろうってんじゃねえんだ、書かせてもらうんだ。人の肌へ筆を下ろすのは初めてだが、俺の絵にはもってねえくれねえ言うな。さ、そっち向いて。はい。あれって、歌丸師匠に額を描いてもらい申すとは、堀殺し、唐草軍に一緒の妙がでござんす。歌を聞いてるって、そりゃ素晴らしい。見物だぜ。うん。師匠は、なんてことするんだろう。できたぜ。おいら、ヤマンバとキントリだぜ。そうじゃますか。ヤマンバとキントリはめぐとしてるぜ。年中おいらの背中におんぶされやがって。おいら、こいつは悲しい時には一緒に泣いてくれるぜ。ウタさん、おんじきに。嬉しい時には背中で踊らん。おいら、こいつはおめえさんと生涯浮き沈みを共にしてくれるで。私は町絵師になります。浮世絵師になります。傾城梅女の肌といえども、無情な犬として習俗と共に生きる彼らの絵心に深く打たれました。はしたない町の浮世絵師などに。いや、お下げ済みになってはなりません。町に生きる女を手本として、己が情も命も打ち込んで描いている。あの真剣な心持ちはめったに見られるものではございません。やれ。花鳥には花鳥に型が、山水に矢を配するには約束がいる。絵の具を解くこれ作法流儀だ。もう拙者は先祖のしきたりばかりを追う重箱に詰められたようなお絵師の暮らしがつくづく嫌になりました。父が許しはいたしません。そこを立ったとおっしゃれば破門になりましょう。あなた様のお家は戦国のご家業を取りなさるれっきとしたお旗本でございます。さよう。私の父とて感動するに違いありません。それも承知。身分が、位が、絵の値打ちを決めるもんではございますまい。
それでは私どものことも捨ててとおっしゃるのでございますか。幸男を捨てても浮世絵師になろうとおっしゃるのでございますか。あなたはもっと良いご縁を。嫌でございます、嫌でございます。姉さん、出入り場からの下がり。では、お別れ申す。戦国の淵も捨て、刀も捨て去って軽々といたした。しかし、よくそこまで思い気になすった。今度は足の方が感心しましたよ。何を言う、師匠のおかげで生きた絵を描く目を知られたのだ。お主のごとき名士がかような粗末な画質に。金ピカの道具立てがなくちゃ描けねえような絵描きなら絵描きじゃございませんよ。しかしなんですな、そのお嬢さんってのはお気の毒じゃございませんか。幸江殿もやはり古い古い唐絵の女だ。型は師匠に教えられたような生き生きとした情けってものはないのだ。北川殿、あれだ、あの花魁の入れ墨を見に参ろう。うん、ようはそのいつでもお供いたしますよ。まったく美しい肌だった。おや、うん、タケ、お、シュ、キタさん、タケさんが私を女房にするって言ってくれたんでござんすよ。タケ、いいのか。なんですって、なんですって、歌さん。いや、そんなんだ、似合いの夫婦だよ。それどころじゃありませんよ、師匠。大変でさ。出れなくたっていいやな。冗談じゃありませんや。高瀬でおいらが駆け落ちをしたんで。ん、相手をまあ誰だと思います。お北がほの字の我が旦那でかつて。あの絵をしょったまま逃げてしまったのか。師匠や軍事親分がせっかく打ち込んだ仕事も、あったらドブ川に捨てられても同じことでさ。あれはただの絵犬じゃねえ。恋もし泣きもする人間の肌だ。それは最初から承知のはずだ。おいらが誰と駆け落ちしようとそんなことは構わねえ。まさか真珠なんぞしやしないよ。この線香堂のせがれっていうのはよっぽど名誉になったらしの手を心得てると見えますね。そりゃね、翔さんは何とも言われない優しいところがあるんだよ。あんなに言われたらどんな女だって、そりゃ油断も隙もありやしで、
だからしゃ、おしんを女房にすることに決めたんでさ。おしんなら安心だ。私は定女だもん。誰も相手にしねえからさ。なんだって。いや冗談だ。なんだって。冗談。どうして若旦那は来ないんだ。じれった。若旦那って。姉さん、歌丸師匠を大切にした方がおためですよ。お前さんは何も知らないんだよ。歌さんは私が好きで来るんじゃないよ。姉さんでなくちゃ誰だとおいなんです。女さ、ただの女さ。歌さんは女の生き量を追っているのさ。生き量？おや、噂をすればかい。いらっしゃいませ。いらっしゃい。起きた。別に変わったことはないか。おかげさまで。そうか、それはよかった。あ、今日から俺の悪手になった千之助さんだ。何分ともによろしく頼むぞ。色気のね、挨拶だね。おきた、千之助さんにちょっと待ち言葉でも教えてやんね。ついでに恋の手札も一緒にね。それは銀座の若旦那に聞いてちょうだい。大文字屋の高袖と駆け落ちの一家。さあ、おめえさりめえさり。さあ、わずか半公台の五文じゃ。さあ、五文じゃ、五文じゃ。入り山形に二つ星、松の位の高袖太夫、通い慣れたる銀座二丁目の神問屋、千光堂のせがれとなじむ、五月六日の虎の刻、添えぬの。さあ、こと明細明細。ああ、わずか半公台は五文じゃよ。さあ、五文じゃ。もし若いさ。その読売はここが初売りか。え、今出来たてのホヤホヤです。そっくり顔じゃない。え、姉さん、もうがみんな一緒ですね。分かってるよ。え、これでいいんだろ。え、どうもありがとうございます。え、ひと事ながら良い心持ちはせぬが、しかし読売に出されるまでよその女と熱くなっていたのを知らなかったとは、うかつな話ではないか。そんな浮気男とは知らないで、情を尽くしていたのがこっちの落ち度でござんしたよ。しかしもう忘れろ。さっぱりと江戸の女らしく諦めろ。江戸には若い男はいくらもある。いいえ、誰が諦めるもんですか。泣き寝るすなんて、そんなことは私にはできません。たとえ草の根を分けても、探し出して思う存分恨みを言ってやりますよ。加納の娘、幸恵でございます。お嬢様。
呼んでくださる。まあどうぞお入りなさって。かもってくださるな。清之助様を。その清之助さんをすぐ呼びにあいますから、どうぞ入ってお待ちなさって。さあどうぞどうぞお入りなさって。町江氏の住まいは見さくるしございます。どうもお連れになるぞ。一体どうなすったんでます。末之助様はどこにおいでなさいます。今すぐ呼びにやりますから。おう竹、末之助さん呼んできてくね。看護飛ばして急いで行きね。急いで帰ってきてもらうんだ。あそう、頼むで。早く行ってきね。さあどうぞどうぞ渡りなすって。ああ、ほだいほだい。はい。ご苦労さん。よし。あ、あら、ちょっと待ってくれ。はい。お、清之助さんお見えになってるだろ。え、あちらに。あ、そう。清之助さん、お帰りになってください。どうしたんだ。加納のお嬢さんがお見えになってるんで。何？雪ども。あなたは座ってらっしゃい。竹さん。はい。その雪江さんとやらおきれいかい？そりゃもうお前さんと違ってね、お上品でおしとやかで。バカにおしれないよ。清之助さん。こんな夜更けにたった一人でわざわざ遠いところを見えになったんですぜ。私はもう清之助様お返ししないよ。そんな乱暴な。姉ちゃんうるさいね。誰が何て言ったって私はもう返さないから。竹さんさっさとお帰り。ああご苦労ご苦労。ああご苦労だった。清之助さん、どうしたんだ。お帰りにならないんで。なぜだ。おい、どうしたんだ。はっきりね、はっきり。沖田さんが返さないんで。何？沖田が返さねえ？明日一緒に入れない。ちょっとお待ちなすって。切っていい。おや、うたさんおいでなさい。さあさあ、一杯どう。瀬之助さん、お嬢さんは待ってます。早く行って会ってあげなさい。かやしゃしませんよ。瀬之助様は私のもの。もう誰にもやりゃしませんよ。おめえには、後でとっくり話をする。瀬之助さん。北川殿、お北の言うのは本当だ。わしはもうお北の虜になってしまった。千之助さん、あっしがわざわざ断るまでもねえが、あんなお屋敷のお嬢さんが忍んで会いに来るっていうのはこれよっぽど残ってっぜ。あの人が何を言いに来たかは分かっている。見下げ果てた浮世絵師など思い切って上心で位が高くて、いつもお手前でお菓子をいただき、ことの音を聞いて慎み深い控えめな言葉で恋をする。あの屋敷へ戻れというのだ。師匠にも似合う。それ起きた。なんとか言ったかな。野暮。
それそれ、その野暮はよしねえだ。師匠からそう言ってくれ。このまま屋敷へ帰らずに町江氏の女房になる覚悟ならお会いする。野暮な屋敷の大清之助様は何とおっしゃるのです。お屋敷へお帰りなさいまし。清之助様がそう言われますのかい。あなたが町江氏の女房になるお覚悟ならお会いする、そうおっしゃるんです。たわけたこと。お送りいたしましょう。屋敷へは帰ります。じゃあ町江氏の女房におなりになるんで。見えていないんですよ。もう来た？ええ、奥に。ああ、歌さん、おいでなさい。なお来た。おめえ、新職の千之助さんに惚れてるのか。それとも千光堂の腹いせにあのお嬢さんから取ってやろうって考えなのか。はっきり言ってくんね。はっきり言ってくんね。妙に絡んでくるんだね。箸の上げ下ろしよりしたことのねえお嬢さんが屋敷にも帰らずにしがねえ町集まいをして千之助さんの帰りを待っていなさるんだ。つまらねえいたずらをして千之助さんを消してやんな。そんなに悔しかったら腕ずくで取り返せばいいじゃないか。起きた。どうして師匠はまたそんなに焼きとなって。ああ、分かった。師匠は焼き餅をやってるんだね。何？きっとそうだ。嫌な師匠。何？おや？武藤って言いなさるのかい？いくら偉い錦絵の先生かもしれないけれど、お前さんにぶたれる因縁はありませんよ。疑う歌麿が水屋屋の女に焼き餅を焼いて殴りつけたと言われたらさぞ値打ちが上がりましょうよ。さあぶってもらいましょうか。さあぶったくんなさい。ぶってもらいましょうよ。どうしたんだね。おい、タケ。はい。え、何ですか。戸閉めてくれ。冗談じゃありませんよ、師匠。まだ日がカンカン照ってるじゃねえか。何でもいいから、まだ閉めるんだ。どこ、なすったんですか。もういい。俺は閉める。いや、閉めますよ。閉めますよ。明かりつけない。早く持ってくる。え。
何しろできてくれできてくれがすっかりやれちゃって調子が出てこねえ。なんとかしなきゃあれだけの立派な腕台無しにしちまうぜ。竹丸の話じゃ宇田さんは沖田と顔を突き合わせちゃまるで鳥の気合みたいに喧嘩ばいするんだそうだ。いけねえ、悪いところへはまり込んだもんだ。始末にいけねえ。本当に困ったな。目や、なんだ小引き町に松平宗の神様という道楽者のお大名の殿様がありんす。それがどうしたって。その殿様の悪遊びだが、築地の浜の屋敷で腰元衆を裸にして魚取りをするってことを小耳に挟んだんだ。おお、本当かい。そいつを一つつてを求めて見物といきゃ宇田さんの気も変わろうじゃねえか。よし、そのつては俺にある。おしれ、そいつをうたたにかけちゃ売れるね。お前さんはすぐ商売にする。よし、そいつをやるぞ、うん、おさあ、お別に売れさあ、じゃあ、うん、なれば決して人目につく場所ではござらぬ。ごゆっくりとご覧なされ、なかなか楽しみなものでござる。いや、本当に言いますか。どこから覗くんだの。こっちだ。あっちは浜だ。行く。やたるのは来ちゃいけないよ。どんな面白いものが見れるか知れないが、君がバレて一度をバッサリ、仲良く浄土へ行くようなことになるんじゃねえかの。脅かしちゃいけねえよ。そんならおいらとっくり別れてくるやつがあったんだ。お方おめえのことなら柳原の豊かだろ。知らねえな。おめえの女房だ。いけねえ、もう始まるんじゃないの。仕事、ここのお殿様が武家町人から寄りに行って集めたんだとよ。そうだい。まるで天女のようだ。でっけえやつをビーク入れてったお仕事なんだ。見つけた。さすが雨が早い。おいら生まれてからあんな綺麗な肉付きの女初めて見た。
花魁や玄人なんには滅多に見られんで、血の色まで綺麗なようだ。ビチビチしてやら。左重さん、あの腰元を連れ出してもらえないか。おいらあの腰元を間近に置いて生き手本にしてとっくり見て書きたいんだ。頼む、何とかして連れ出してくんね。それじゃ無理だよ。捨てを求めて宿下がりとかなんとかならねえもんか。それは町方のなら何とかならねえと思うなろうが、武家の娘でもあってくる、とてもできねえ相談だよ。そこを何とかおめえさんの腕でやってくんね。おいらあの腰元をとっくり見て書くことができたら、一緒に一度の絵を描いてみせる。おいら今見てるうちに絵柄も考えたし工夫もついたんだ。頼む、何とかして連れ出してくんね。頼むよ、頼むってことよ。頼むよ、頼むってことよ。おらんさんと言いなさるんで。さようでございますか。歌丸でございます。おらんさんが町方の娘なんでよかったよ。どうもありがとうございます。とにかくご承知のようにこの師匠は今までいろいろきれいなお女中書を書いてまいりましたが、おめえさんのような振り付けてほどのお人を見たことがないという惚れをつけたりしてね。お口上手な。私などはほんの発した。まだまだお美しいお方がいくらもございます。このような不細工な体つきでお褒めいただきたい。お恥ずかしゅうございます。決してお世辞を言うような師匠じゃございません。みんな本当のことなんで。ところでおらんさん、改めてお願いがあるのですが、お聞きになってくださいましょうか。どのようなことでございましょう。ご心配なことじゃございません。ただしばらくそのきれいな体をこの師匠に貸してやってもらえましてんで。私の体を。宗王様のお行きでなすったままの姿を見せてたいくださればそれでよろしいんで。ご無体なお願いってことは重々承知してるんでございますが、北川歌丸を一世一代の絵の生き手本になっていただきたいんでございます。今の世の中でこの師匠がそいつをしておかなかったら誰が代わってしてくれるか。一人の歌丸のためじゃござんせん。浮世絵道のためにどうかこの名人に思う存分腕を振るわせてやってくれます。お殿様の言いつけ言え、よんところなくいたしますので、こなたではちょっとお恥ずかしい存じますけど、そういうご事情ならどうぞお役に立ててくださいませ。じゃあのご承知くださいますか。そうでございますか。じゃあ私はちょっと遠慮させてもらいます。あ、じゃあのどうぞこちら。お書きください。ちょっと手を押さえになって。ちょっとごめんなさい。美しいお女中衆をお大名の金と意向に任せて一つ屋敷に集めるなんて、お母さん、私はもうあんたをお屋敷に感謝しませんね。ちょっと今度こっちを向きなさい。もっとこっちを。留守を頼んだよ。はいはい、気をつけて。起きた。どうしたんだ。
けんだ。おい、おまん、どこ行ったんだ。翔さんたちを沢原で見つけたって人があったんです。聞いたら今すぐ行くって。あなた気が早いったら。沢原、そうでございますか。まあそれはようだにしたね。何よりでした。あんな魔性の女に取りつかれてちゃあなたの命もなくなるところでしたよ。しかし忘れがたい女だ。いけません、いけません。あなた、私のところの仕事場もまだご存じじゃありませんね。一度ご覧になりませんか。あ、それは見せてもらおう。じゃあご案内しましょう。さあどうぞ。まあ錦木がどうして出来上がるか一度ご覧になってございます。これは杉ですよ。おお、杉ですか。あれが銅座引きです。よくご覧なさい。おっ、雪江殿。お嬢さん、なんですね、気の弱い。さあ、もう泣くんじゃありませんよ。ね、さあ、もう泣くんじゃありませんよ。スカジュ殿、愛すな。お嬢さん、はあ、よかった、よかった。さあ、もう機嫌を直すんですよ。さあ、機嫌を直して、ね。師匠は喜びますよ。あんた方のことは気に病んでなさるんですから。師匠はまだそのおらんという女を映しているのか。あの体ととっくに寝返っていてさ。お、お父さん。なんだ、どうしたんだ。お奉行所からお召しなんだ。お奉行所から。どうしたんだ。それが分からない。どけどけ、参拝の。あっしはね、自身番行ってどういうわけか聞いてまいりますから。入って待ってするね。頼む。詳しいな。どうしたんだよ。よしよし。どうしたんだ。どうしたんですか。ちょっと訳が分からないって。お前様がオランダのというのか。はい。あの、ここのお師匠様はどうなされたのでございます。何かは存ぜぬが、奉行所へ敷かれて行かれましたのでは。もう竹丸さん、あの、私どうしたら。さあ、どうなりますか。ま、あの、もう少し待ってあげてくださいましね。オランダの、わしはもと加納一門の小出清之助と申すもんだが、ぶしつけながらわしにもそなたの体を欠かしてはくれぬか。え、私の体を。そう、そうだ。
かかしてください。末之助様。オランド、お願いいたす。末之助様。オランド、かかしてください。オランド。末之助様。この通り、この通りお願いいたす。末之助様。かかしてください。オランド、お願いいたす。さあ、かかしてください。オランド、さあ、早く、かかしてください。さあ、オランド。いかがでございました？ああ、それがどうも具合が悪いんだよ。あ、どうだった？勤務中、ニューロでさ。え、ニューロ？聞き込んだところでは何でも、師匠が浜屋から出した太鼓機の絵が、久保様になぞられたというんだぞ。ひょっとすると、遠投になるんじゃないかと言うんですよ。遠投？せっかく喜んでオランさんを釣ったのに、こんなことになっちゃって全く気の毒なもんでさ。いや、実に見事なものだ。そうです。見てごらん、この線の自在の音。こんな玉のような体は仙人に一人もあるかないかの逸物じゃ。この絵に見せられて、わしもオランドの生き手本に書もして書いたのだが、いや驚いた。もう返したくはない。冗談じゃありませんで、オランさんの親子は10秒とかなんとか嘘をついて宿下がりをお願いしたんで、そんなことしちゃ。いや、しかし全く返したくはない。そんなご無理をおっしゃっちゃいけませんよ。誠に残念だな。やむを得まい。じゃあオランド、歌丸師匠がさような次第になれば致し方がない。拙者が屋敷まで送って死んぜよ。はい、お願いいたします。あ、そうしてもね、あちゃね、これから一九屋伝さんにこのことを知らせてやるってことなんですから、よろしく頼む。じゃあオランドの方はどうぞよろしく。じゃあ行ってまいります。遠投にでもなったら、もう歌さんの絵は見られねえ。死んだも同然だぜ。スタジオ、どうお願いしてもダメか。どうなるんでございましょう。もう5日にもなりますぜ。なんとか決まりがつきそうなもんでございますがね。町内お預け中はくれぐれも謹慎してな。迷惑かけないよう頼みますよ。お仕置き中は身病に慎むよ。分かったな。では私たちはこれで引き取ります。どうもいろいろお願いかけます。気をつけてな。どうもいろいろありがとうございます。師匠、師匠、とんだ災難だったね。いろいろ苦労かけてしまった。だがえらい元気で安心したよ。それでどういうことになった？定常50日だと。定常で済んだか。50日はつれえな。だけ、何か熱いカレーでも作ってね。いや、そうでございました。あれで。バカな話よ。おかみじゃ悪くかぐって、俺に絵筆を取らさないつもりだろうが、俺は書くよ。誰がやるでしてもか。
それに牢屋ぶち込まれたら一生絵が描きたくなってきた。焦るな焦るな。焦っちゃいけねえよ。大きな患いでもしたと思ってよ。なんだその間それ頭の中でいろんな絵を描くさ。ほら手錠が取れたら生まれ変わった気で一生懸命描きまくるで。おらんさんどうした。それは清之助さんが送ってお屋敷に帰したんだが、肝心の清之助さんの行方が知れなくなっちゃって。ん？せっかく加納のお嬢さんと寄りが戻ったと思ったのが、水野川はさ。そんな雲をつかむような話を聞いてもわからねえよ。他を訪ねてみなされ。もし。お、姉さん、カゴはどうだね。籠屋さん、お前さん方もしやこのサワラで三月ほど前に駆け落ち者らしい二人を知らないかい。さあ駆け落ち者と言われてもね。男は色白でいっと笑うとエクボが入って、目をつぶるとまつげがそりゃもう赤ん坊のようなのさ。エクボはね気をつけちゃ見てないから。じゃあ女は花魁のようなのさ。クルワの鉛があって、うん、アリンスってやつかね。あ、そうだよ。待ってよ、いるかい。うん、あ、そうだ、背中にヤマンバの彫り物をしているんだよ。あ、そんなの今さな。いる？どこにいるのさ。俺くんち前でさ、ひょいと柿の中を見たところが行水を使ってる女がいたんでさ。いや綺麗な女だなと思って見てるうちに背を向けた。その女の背中にお前さん。ああ、じれったいね。どこにいるのさ。うん、この先の森の前の百姓屋でさ、ほらあそこに見てるだろ。あの家でさ。あそこですよ。あの家ですよ。ごめんなさい。はい。おるいさんとおっしゃるのはお前さんですね。いいえ、大文字屋の高袖花魁でござんしょう。どなただ、アリンス。何話屋のお北でござんすよ。何話屋さんとは江戸の浅草の。そうでござんすよ。どのような御用で。知れたことさ、若旦那を返してもらいに来ましたよ。お前様は若旦那とどういう関わり合いの人だ、アリンス。分かりきったこと。もともと若旦那は爪の先まで私のもの。私は翔さんとは気性も交わし、入れ墨までして誓いを立てた仲ざます。その甘い口車と入れ墨で若旦那を生け捕りにしたんだね。命がけで怖い目してここまで落ちて気ぃした私。どうぞ黙って帰っておくんなんし。その言葉に負けて帰らしないよ。命を懸けてなら私も一緒。若旦那は私がもらっていきますからね。どこにいるんだね。どこに。おや、奥だね。おどきよ、おどきよ。どこにいるのさ。ようござんすか。どうしても若旦那はね、私がもらっていきますよ。まあ取れるもんなら取りないし、めったに行く翔さんじゃありんせん。来なきゃ首に縄をかけたって連れて行きますよ。
表だね。ああ、よかった。どうしたんだい？性悪なトンビが飛んできて、お前をさらっていくそうな。さあ、もう帰りましょう。いっそ、さらわれてみようか。めっそうもない。大事な大事なお前を。よし来た。何をする？お前、待ってご苦労さん。あっちで一口やって待ってとくれ。ありがとうございます。ありがとう。起きた。しばらくでございましたね。やれやれ、どんな恐ろしいところへ連れて行かれるのかと思っていたんだが。おや、起きたは恐ろしくはござんせんか。待っておくれ。お前の怒るのはもっとも、これにはいろいろと訳もあるが、と言っても承知はしないだろう。気の済むまでブツなり蹴るなりしておくれ。殺されたっていいんだよ。みんな私が悪いのだから。さんざん恨みを言ってやろうと思っていたのに、会えば憎らしい。江戸を出てから一月余り、ずいぶん探しましたよ。もうめったに話さない。何とでもしておくれ。しますとも。帰ったら私の家へ閉じ込めて、毎日一寸試しにいじめてやるから。あっ、まあ心配しないで待っておいでの話。千之助さんは一句の声と膝くりげを面白がってたって言いますから、ふらふらっと旅へでも出たんでしょう。そのうちひょっくり帰ってお見えになりますよ。師匠、大文字屋のおしんが訪ねてきましたが。うん、そうか。それは珍しいよ。よく来たな。どうした？これは一人じゃ出られなかったな。まさか玉鈴の入前ではごめんな。いいえ、やっと年が明けたんでございます。そうか、そりゃよかった。そりゃめでてえや。じゃあ何か祝いでもしてやんなくちゃなんねんな。もう何か、すぐ田舎へでも帰るのか。玉鈴、ちょっといいか。何で？それと二人は？いうことになったんで。そんなに見ちゃ恥ずかしがだし。おい、タケ、大丈夫か。おしんはこれでも師匠がご存じないいいところがあるんでござんすよ。冗談じゃねえじゃん。おい、俺はこんなものはめてぶつことはできねえと思って勝手な熱をこきゃな。しかしよかった。そらめでて。よかったよかった。聞こえます。北川お玉様、飛脚便。徳田さん。徳田さん。以上、ゲームです。
清之助さんから。清之助さん。お、読んでみてくれ。近景その後いかがご案じ申しそうろう。拙者旅中病を得、狂気の場所に病のため困脚いたしよりそうろう。金子少々お送りくだされたく、に懇願つかまつりそうろう。清之助、歌丸殿。私、行ってまいります。そうなんですか。じゃあ、竹丸を連れておいてなさい。じゃあ、なんだ、あ金谷大臣のとこ行って。いえ、私がお店のお仕事でいただきました。お立ちを持って。そうですか。じゃあ、竹、一緒に行ってあげて。あ、そうですか。じゃあ、あの、お嬢さん、お支度くださいまし。あ、ごめん、手伝い。はい。おう。さあ、この峠を越えればすぐでございますよ。はい。ご辛抱なさいますよ。大丈夫でございます。ありがとうございますね。じゃあさあ、参りましょう。はい。お嬢様、ここです。この道です。そうですか。ここに。さあ、おいでなさい。はい。さあ、はい。さあ、お嬢さん、はい、おいでなさい。はい。確かに小出清之助さんがお泊まりだろうね。へえ、お泊まりでございます。そう、あの江戸の歌丸のとこから来たってそう言ってくんな。かしこまりました。ああ、よかった、よかったですね。お嬢さん、それこっちを出して。さあさあ、おかけなさい。まあ竹丸さん、あっ、おらさん、お嬢さん、お嬢さん、おらさん、金だ。清之助さんに渡してくんな。この金はただの金じゃねえんだぜ。それから清之助さんにそう言ってくんな。あんたの膝栗では愛嬌ってもんがなさすぎるってね。竹丸さん、私別に悪いことしたと思っていません。間違ったことしたと思っていません。清之助様は幸恵様とご一緒になられるより幸せだとおっしゃっているんです。Thank you.
さん。疲れてるところの気の毒だけど、スタジオ呼んできてくんね。え。お嬢さん、スタジオに詫びてもらってお屋敷へお帰りなさい。私は帰ります。屋敷は戻れません。遠慮しないで上がりますよ。うん、どうしてんだね。帰ってくる早々、歌さんが飛んださえなんて聞いてお見舞いに来ましたの。いつ帰ってきたんだ。昨日帰ってきましたのさ。おいらんたちには会ったのか。見事翔さんを取り返してきましたよ。それから翔さんと楽しい湯さんの旅。あら、ごめんなさい。お前はそれでいいかもしれねえが、おいらのこともちっとは考えてやるんだな。さあ、先行ともおめえと一緒になった方がよけりゃ、どんなことをして取ったっていいが、悪いと俺はおめえの方から身を引かなきゃ。歌さんはそんなことができますのか。私嫌ですね。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、あ、お嬢さん、おい、起きた、ちょっと来てくれ、起きた、早く来てくれ、ああ、追っかけてって止めてくれ。どうしたのさ。いや、早く止めなきゃ死んじまうんだ。死んじまう。瀬之助さんのお嬢さんの、ああって言って止めてくれ、頼む。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、待っとくなさい、待っとくなさい、お嬢さん、どこへ出なさるんで。帰りましょう。歌さんが心配しておいでなさるから。嬢さん、もうちょっとなんですね、こんなところで。さあお立ちなさいよ。あのね、嬢さん、あのスタジオさんすぐ後からカゴでやってきますね。ですから気を直して、さあ帰りましょうね。泣かないで嬢さん。おひたさん、なんだよ。さっき大間口で高袖おいらに出会ったよ。なんだって。まるで顔から飛び出した鳥のように裏田んぼの方へ飛んでったぞ。危ねえ、気をつけねえよ。さあ、お嬢さん、参りましょう。翔さんいるか。今仕事出かけましたよ。出かけた。ええ、どこへさ。誰か呼びに来たんだね。ええ、駒形のあのお茶屋さんから若い人が迎えに来たんです。駒形のお茶屋。ええ、翔さん、
は一体どっちのものなのさ。ここではっきり言っとくれよ。若旦那は魔が差し出したばっかりにお前のような悪臭女にかかり合ったんだわ。お前さんなんかに聞いちゃしないよ。潮さん、どっちのものなのさ。私はどっちも好きなんだ。言ってみれば二人のもの。バカバカしい、そんな曖昧なことなんか聞いちゃしないよ。私のものだよ。おひささん、私のものだよ。私のものだよ。あっち、うん、お客さん、北の生き霊が来ました。女の生き霊が別れに来ました。おきた、おめえなんてことしてくれたんだ。おめえ気でも違ったのか。しっかりしてくれ。しっかりしっかりしてます。狂ってなんかいません。だからおめえこんなことしてくれて、おいらんばかりじゃねえ、おめえだって。承知、ふうたさん、承知でやったんだよ。え、承知で。私は自分の心を偽らず正直に恋をし遂げようと思うと、こうしなきゃならなかったんだよ。だからおめえ、起きたは間違っちゃいない。自分を騙して程よい恋や損得づくの恋なんかできるもんか。ウタさん、ウタさんの絵だってそうじゃないか。ウタさんの描いてくれた錦絵の北だってそう言っちゃいませんか。私は自分の思いのまま身ぐるみ生き抜いたんだもん。たとえ打ち首、縛り首、火炙りにあったって本も立派にお仕置きを受けます。一生懸命したって言ったら
こんなお罰を受ける身になるなんて。お歌さん、恋なんてこんなものかね。恋なんてこんなもんだね。わかりました、沖田さん。初めて日の目を見たような心地でございます。大事に育てられても心に思う蜜行きも勝手にさせてはもらえずに参りました。私初めて女の生きる道が分かったような気がいたします。姉さん、私だって これから名乗って出るつもり。名乗って出ればもうみんなとはお目にかかれますまい。うたさん、お嬢さん、どうぞお幸せ。さん、私が死んだらいい姿の人をどうか可愛がってやっておくんなさいね。たけさん、おまんさん、ずいぶん長いことお世話になったね。ありがとう。達者でね。神廟によくお勤めなさいました。では今日をもってご赦免に相なります。ありがとうご受けなさいませ。ありがとうございます。長い苦労でございましたな。いろいろご厄介おかけいたします。これからはせいぜいお気をつけなさいませ。はい。ではこれをもってご迷惑をおります。ご苦労さまでした。どうもどうもお忙しいところ、どうもありがとうございます。何のおもてなしもいたしませんで、師匠、おめでとうございます。よかったな。よかったな。おたけと、お祝いだ。酒の支度。そうですね。お祝いだ。いっぱいやろう。さ、酒も魚の支度もできてる。はい、待ってくれ。酒後だ。飲んで。俺は絵を描くんだ。俺は午前中も辛抱してたんだ。俺には絵を描かせてくんね。まあ、絵は後として。おめえたちはそこで景気よく飲んでくんね。俺は絵だ。絵だ。絵だ。タケ。鈴木だ。締めすぎ。
それから、絵の具ついてくる。絵の具は何です？何でもいいから、片っ端から。アビトリ女という女の美しさを片っ端から描きまくるんだ。